森林文化アカデミーさんと一緒に、せっかく素敵なこんな森林があるんだからそれを生かしたいよねって、性能に森がないよねって言ってたお母さんたちがそこでブワッと集まった感じで、木を使って作業するの。スカットです。こだぶきって赤色とか黄色とかじゃなくていろんな色があって、それがうまくこう混ざり合ってていいねって頭に子供に大人も釣られてその方が子供も楽しそうだし、ここはもうあの見守る、それでできることがどんどん広がってる。前よりも硬くなっとる。お散歩会は本当にもうその日のお子さんとお母さんの心の赴くままに来てもらえる活動の一つになってるし、お母ちゃんも笑顔で、泣いてた子も帰りはバイバイって笑顔で、休みの日でもお父ちゃんとかおばあちゃんとかおじいちゃん一緒に来てもらえるとまたより地域の活性化になりますよね。もうちょいいか。うわ、今日も一人ね、こう心の扉を開いてくれたお母さんがいて、普通の公園だったらできなかったことかな、うん、森だから心と心がつながった、つながれた。ちょっと待って、何でもできるっていうか、もう子供の想像がどんどん膨らんで、どんどん新しいものができていくじゃないですか。何にもないように見えてすごくいろんなものが揃ってて、どうしよう、見えない。育ち合って一緒に一つになるというかみんなでね、一日一日過ごしてって、すごい貴重な体験だと思うので。すごい、これすごい難しいよ。やっぱ地域が居場所になる、地域にプレーパークを作ろうじゃなくて、地域をプレーパークにできる、なんかこだぬき、そういう居場所がポン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 ってできてくると理想ですよね